も小雪です。どうも、トイです。そして黒亀のマシューです。あれ、どちらさん。いやいやいや、マシューのお兄ちゃん。何回かに1回このくだりあるんですけど、うん、いやいや、ちょっとね、あの本番期間なんで黒いですよ。あ、舞台の方もね、はい、やってるね。今黒の役をやっとかないといけないという、もう卒業式の時の対策みたいなもんだよね。ヤンキーやね。違う、違う、違う、違うんですけど、はい。え？今日も黒いなんで。いや、これ知っちゃう。マシュクによる考察会の日なんですけども、はい、千葉に転がるみんなの考察をいただき、マシューしてきたものをまあまあ発表していただけるということでよろしかったでしょうか。ちょっと違うんですけど、はい、今日もすごい考察考えてきたんで、お願いします。はい、今日の考察なんですけども、ガープ、五老星を殺す説というのを考えてきました。いや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 、ジジイがジジイを討伐するんですか。まあちょっと言い方があれなんですけど、はい、小屋ちゃんで先週かな、ガープがこう海賊になって海賊を目指す説みたいなの、はいはい、小屋キーさんがお話しされてたじゃないですか。はいはいはい、言ってた。まあ、それぐらいこうガープのインパクトがやっぱ1080はすごくて、まあ、もちろん黒ひげ海賊団の能力が分かったりとかっていうのもあったんですけど、うん、まあ、最後のコマでギャラクシーインパクトつって技名をね、ついたその原骨を披露したと。めちゃくちゃ強いじゃんっていうのが分かったわけなんですけど、まあ、ガープって極度の天竜人嫌いとして有名なわけじゃないですか。そうね、まあ、それは作中でも戦国だったりが発言してるんですけど、うんうん、じゃあガープってこうなんで海軍に入って海兵になったんだろうっていうところって結構疑問なわけじゃないですか、うん、まあ、それがあってこう小雪さんも海賊になるんじゃないかみたいな、そう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 、考察出されたと思うんですけど、うん、じゃあこのガープが海兵になったタイミングというか、なったきっかけとして天竜人っていう存在を知ってた上で海兵に入ったのか、天竜人っていう存在をまあまり知らずに海兵になって海軍に入ってから、天竜人ってこんなクズの集まりだったんだっていうことを知ったのかによって、ガープがなんで海軍に入ったのかっていうのがこう変わってくるんじゃないかなと思って。なるほど、それはそうやね、はい、うん、結構興味深い内容だと思うんですけど、はい、このガープってイーストブルーのゴア王国出身なんですよね、うん、でそれは息子のドラゴンも一緒なんですけど、ただルフィだけはゴア王国風車村っていう風車村出身であることが、まあ、それぞれビブルカードとかで分かってるわけなんですよ。はい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 、まあ、ドラゴンとガープはゴア王国そのもので生まれてるんですけど、うん、このゴア王国っていうもの自体が世界の縮図だっていう風にドラゴンを表現してたと、はい、まあ、天竜人みたいな独裁政治をしてる貴族がいて、グレイターミナルっていう、まあ、奴隷じゃないですけど、まあ、そういう虐げられてる存在があると、うん、まあ、これが本当に天竜人と奴隷のその世界のシステムに似てるから、うん、まあ、ドラゴンもまあこの国が世界の縮図だっていう風に表現してたと思うんですよ、うん、ってことはそのガープもその天竜人みたいな存在っていうのを間近でこう見てて、かつ海兵になって海軍に入った時に、うん、そのマリージョアで天竜人っていうそのもの、うん、ゴア王国でが世界の縮図だっていう部分のその大元を見たんじゃないかなと、うんうんうん、やっぱりこんな奴らが世界を支配してるんだと、自分たちの国だけじゃなくて大元がこんなゴミクズの集まりなんだったら、自分の正義によって世界をどうにかしたいっていう思いがあって海兵になったんじゃないかなと。なるほど、なるほどね。その目的があったとして海兵に入ったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、このガープって海兵として、まあ、伝説の英雄っていう風に呼ばれてるじゃないですか、うん、ただ海兵として海賊を捕まえてる描写って実はそんなに描かれてないんですよね、うん、まあ、確かにあんま捕まえてへんな、はい、モーガにも逃げられとったし、うん、まあまあそうなんですよ。伝説の英雄って呼ばれるきっかけになった一つの事件であるゴッドバレー事件も、うん、まあ、海賊であるロジャーと協力してロックスを打ち破った事件じゃないですか、うん、でこのロックスが、まあ、ロジャーみたいに海兵に捕まって処刑されたとかじゃなくて、うん、ゴッドバレー事件でおそらくロジャーとガープの手によって倒された殺されたんじゃないかなと、うんうんうん、ただまあ捕まえてないんですよね。あー、なるほど、はい、うんうん、ロックスっていう脅威がいなくなったことでその事件は解決したんですけど、うん、まあ、捕まえたわけではないと、うん、自分の孫であるルフィも、まあ、ウォーターセブン NS ロビー編の最後に捕まえてこいっていう命令が出てたにもかかわらず、うん、一応戦ったけど逃げられたと、うん、でさらにチンジャオとかも、うん、自分でこう8個の山をサンドバッグにして鍛えてきたぞっていう、あ、言ってた、言ってた、で、まあ、決闘仕掛けたにもかかわらず、うん、捕まってないじゃないですか、チンジャオって。お前頭へこまされて、どうだ参ったかで多分終わってるんですよ。確かに確かに。だからガープの目的は海賊を捕まえることじゃないっていうのがもうすでに描かれてるんですよね。なるほど、まあ、純粋に戦いを楽しんでるところもあると。そうなんですよね。海賊としての目標がルフィとかだったらシャンクスだったり、海賊王って呼ばれるロジャーが
いたわけじゃないですか、うん、先人がいたんですけど、ガープにはそういう海賊としての憧れの存在っていうのはいなかったんですよ、うん、でガープの幼少期のイラストってルフィとかサバとかエースとかと近く、うんうん、鉄パイプ持ってて宝箱を、そうなんですよ、抱えて虎に乗ってるみたいな、うんうん、結構海賊に近い、まあ、宝箱持ってるとことかもそうなんで、うん、もしかしたら海賊になる未来もそれこそ小ヤッキーさんの考察みたいにあったと思うんですけど、うんうん、それでも海兵になったのはこの世界をなんとかしたかったから、うん、なるほど、自分の正義を貫くために内側から変えたかったんじゃないかなと、でその、まあ、目的の達成のために、うん、息子であるドラゴンも革命軍として行動してるけど、まあ、海兵からしたら敵なわけじゃないですか、うん、そうね、ただまあ息子っていうつながりがあるからだけで連絡を取ってるわけじゃなくて、うん、やっぱ革命軍としてドラゴン自体も世界を変えようとしてくれてる存在なんで、うん、まあ、やっぱ協力体制に少なからずあるんじゃないかな、なるほど、海兵でありながら、はい、なるほど、で、まあ、そのベガパンクが、まあ、ドラゴンとこう大原の過去編で会話してたように、うん、まあ、海兵には、まあ、話の分かるやつも多いっていうのはクザンとか、うん、スモーカーとかもそっち側だと思うんですけど、うん、ガープっていう大元がいるんじゃないかな、確かに確かに、このガープがソードではないにしろ、まあ、主導となって、まあ、この内側から世界政府っていうものをもしかしたら滅ぼそうとしてるんじゃないかな、なるほど、うん、で今このティーチの元に行ってるわけじゃないですか、うん、1080話で蜂の巣に向かいましたと、これも別に四皇であるティーチを捕まえに行ってるわけじゃなくてコビーを助けに行ってるだけなんですよね、うん、そうね、そうだそうだ、確かに、これも海賊を捕まえようとしてるわけではない行為なんですよ、うん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 、で、まあ、そもそもその四皇と戦うためにはその政府の許可がいる、上層部の許可がいるみたいなことも知らなかった、まあ、とぼけてたかもしれないですけど、はい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 、知らなかったわけじゃないですか、まあ、知らんことはないやろ、まあ、そうなんですよ、ね、まあ、そんなルールあったのみたいな、まあ、あったかもしれないねみたいな感じでとぼけてたわけなんですけど、これがティーチと戦いたいからじゃなくてコビーが海軍の未来っていう風にガープも表現してて、まあ、愛弟子だから助けに行こうと、うん、四皇であるティーチを捕らえに行ってるわけじゃないっていうのが蜂の巣でまあ描かれてると、確かに確かに、このガープが五老星を殺すっていうまあ根拠になるんですけど、うん、このガープの技名にちょっと注目してほしいんですよ、うん、ガープの技名、まあ、今回ギャラクシーインパクトっていう風に技名が出たわけじゃないですか、うん、でルフィとの戦いの時にも技名がついたこう技を何個か打ってて、うん、まあ、それが砲弾を素手で投げる原骨メテオ、はいはい、でそれをいっぱい飛ばす原骨流星群っていう技がついてるんですけど、うん、メテオとか流星群とかギャラクシー銀河ですよね、うん、とか宇宙関連の技名がついてるんですよ、おー、なるほどね、確かに、確かに、はい、これって、まあ、ギャラクシーインパクト、うん、まあ、原骨衝撃って書いてギャラクシーインパクトなんですけど、本来だったらまあ銀河の衝撃とかっていう当て字が確かに確かに当てはめられてもおかしくないと思うんですよ、うん、でこれでやっと判明した五老星の名前っていうのがここに繋がってくるんじゃないですか、おー、サタン星とか、なるほど、サタン星とかの、まあ、太陽系の惑星が五老星の名前についてるんじゃないかっていう考察で、うん、ガープが隕石とかギャラクシー銀河とかっていうのをまあ、インパクト、まあ、衝撃と紐付けて五老星っていう存在を目の敵にしたような技名をつけてるわけなんです、普通に読者がこうワンピース読んでて、うわギャラクシーインパクトってなんかかっこいいなみたいな、うん、まあ、いわゆる中二感じゃないですけど、うん、まあ、そういう感じで普通に強そうだしかっこいいなっていう名前を、うん、まあ、普通に小田さんがつけてるかもしれないんですけど、うん、まあ、実はこういう裏設定があって、まあ、シンプルだけどかっこいいけど実はこういう銀河とか宇宙関連の技をつけてるっていうのは、うん、まあ、ガープにわざわざつけてるっていうのはこういうこだわりがあるんじゃないかな、なるほど、で、まあ、もう一つ、まあ、根拠というかガープがそういう宇宙関連のワードとかをどうやって知ったのかっていうところなんですけど、ルフィも、まあ、結構ゴムゴムのロケットとかゴムゴムの UFO とか、まあ、結構ネタにされてることもあったわけじゃないですか、はい、ルフィがなんでそんなことを知ってるんだみたいな、うん、そうやね、ピストルとかムチとかだけじゃなくてそういう最先端のものも知ってるっていうのが今回のエッグヘッド編で実はちょろっと描かれてて、まあ、それが105巻の SBS にも描かれてたんですけど、はい、その獲物語っていうのがワンピースの世界には存在していると、うん、獲物語っていうのは現実の世界でいう漫画のようなものですと、うん、まあ、絵本っていうのも存在してるわけなんですけど、うん、ワンピースの世界には例えばノースブルーだったら、うん、嘘つきノーランドっていう絵本があるわけじゃないですか、うん、そうね、サンジとかも読んでた、まあ、ベラミーとかも読んでた、うん、ちっちゃい頃に絶対読んでるもの、うん、そっから嘘をつくとこういう悪いことが起きるよみたいな、うん、実際の実話を元にして絵本が作られてるわけじゃないですか、はい、ウエストブルーの絵物語に海の戦士ソラっていうものがあるんですよね、世界にも載ってる物語として、うん、ジェルマ W6 っていう実在してる組織を、まあ、海の戦士ソラが滅ぼす完全懲悪の物語みたいな感じなわけなんですけど、これってどっちも実在してる物語を、まあ、絵本絵物語にしてるものなんですよ、うん、だからイーストブルーにはイーストブルーでそういう月の民だったりとか空白の100年に関することを絵本として残した
書物っていうのがゴア王国とかにあった可能性があるんじゃないかなと。なるほど。小原の考古学者たちがポーネグリフを読み解いて空白の100年の謎に迫ったわけなんですけど、それ以外にも絵本とか絵物語を現実の物語っぽくなく受け継ぐために、政府の目とかを逃れるために絵本絵物語として残ってる、そういう童話もあるんじゃないかなと。なるほど、ね。まあ、実際エネルも何か見てフェアリーバースを見つけたんやもんね。そうなんですよね。エネルがまあフェアリーバースー、まあ、マクシムとかを作れた理由とかもあると思うんですけど、それをじゃあどこで知ったのっていうのがこういう絵物語の存在なんじゃないかなと。なるほど、はい。でこれがジャンプの違う作品になるんですけど、ドクターストーンっていう漫画あったじゃないですか。あれの中に百物語っていうのが登場するんですけど、桃太郎っていうお話が、まあ、ありますと、で普通だったら犬猿キジが家来になってるんですけど、そのドクターストーンの百物語の桃太郎はライオン、ワニ、クマ、ゴリラみたいな猛獣がお供になってるんですよ。なんでそうなってるかっていうと、そういう4匹のまあ猛獣を出くわしたら危ないよっていう猛獣をドクターストーンの3000年以上先の子供たちに伝えるために、なるほどね、こういう登場人物になってるんですよ。でそういうまあ桃太郎とか他の童話になぞらえて実在してる危険とかを物語ベースで伝えてると、これってまさにワンピースにも言えるんじゃないかなっていうのを僕はちょっと思って、はい、この絵本絵物語で、うん、まあ、何かしら月の民とか、うん、そういう、まあ、かぐや姫じゃないですけど、うん、まあ、そういう童話っぽく描かれてるものがゴア王国にあって、それを読んでガープは天竜人っていう存在を知って、でこの空白の100年で戦ってできたものが天竜人、世界政府なわけじゃないですか。でその敵である世界政府の存在、天竜人の存在を知って海兵になることを決めたんじゃないかと。なるほどね。今海兵として自由に振る舞っているわけなんですけど、天竜人の部下になることだけは絶対に嫌だと、うん、だから大将にならんかったよ、ね、そうなんです。大将の座を、まあ、ずっと拒否し続けてると、うん、あれだけ態度に示して消されないのも、まあ、実績と人望ありきだっていうふうに言ってるんですよね。だから態度に示して実績と人望がないやつは消されてるわけなんですよ。確かにね、まあ、それもまた太陽の神ニカの監修とかもそうだと思うんですけど、うん、そういう空白の100年とか、まあ、天竜人とかを非難してるやつは、まあ、消される。まあ、小原の考古学者たちもその例だと思うんですよ、うん、だからこそ、まあ、ガープは海兵っていう立場でロックスを打ち破ったりとかっていう実績を残しつつ、今機会をずっと伺ってるんじゃないか、うん、ただ、まあ、ガープにももうその年齢っていう限界はあって、はい、そうね、まあ、今やっぱ年老いてるわけじゃないですか、うん、で海兵のその中将っていう立場自体も、まあ、一応今教育役みたいな感じで返上してると、うん、にもかかわらず、まあ、コビーを助けに来てるのは、まあ、そのコビーが海軍の未来だからと。おお、うん、なるほど、うん、ガープがこのコビーを海軍の未来って言ってるのは、まあ、いろんな理由があるにせよ、そのガープの意思を受け継ぐものでもあるんじゃないか、うんうん、なるほど ね、 なるほどね。もしかしたら、まあ、この戦いとか大きな戦いの中で自分の命が失われるかもしれないと、うんうん、まあ、負けてしまう可能性もあるんじゃないかなっていうところで、コビーを助けて若い海兵であるコビーにガープの意思を受け継がせて、ドラゴンとかと一緒に、まあ、その世界政府を打倒してほしいんじゃないかなと。その今回 の、 そのエッグヘッド事件が今進行中の中でシャンクス側とか黒ひげ側、うん、ハチノス側とかが描かれてるわけじゃないですか、うん、でそのエッグヘッド事件で世界を揺るがす大きな衝撃が起きると、うん、はい、この衝撃っていうのもいろいろ考察されてるわけなんですけど、うん、もし海軍中将であるはずのガープがサターン星を手にかけるっていうニュースがこう世界に駆け巡ったとしたら、それは大きなショック衝撃を与えることになるんじゃないかなと、まあ、衝撃よね、いうことで、ガープが今ハチノスに来てる理由とか、 G14 支部からハチノスに結構すぐ行ってるわけじゃないですか、はいはいはい、ってことはこの距離感ってエッグヘッドとハチノスと G14 支部ってそれぞれ離れてないと思うんですよ。なるほどね。だから今ガープと黒ひげ海賊団が戦ってるわけなんですけど、ハチノスで、うん、そっからコビを救出できたとしたらすぐエッグヘッドとかに向かう可能性もあると思うんですよ、はいはいはい、それこそまだ日数経ってないと思うんで、うん、その翌日に迎えるエッグヘッド事件の結末に間に合うんじゃないかと、うん、なるほど、1日あればハチノスからエッグヘッドに戻ってくることは可能なんじゃないか。確かに確かに。ということで、まあ、このガープが、まあ、五老星を殺そうとしてるんじゃないか、世界を内側から変えようとしてるんじゃないかっていう考察を今日はちょっと考えてきたんですけど。面白い。はい、まあ、ちょありえそうやと思ったよね、はいはいはい、そうそう、俺も結構さ前回その動画出してから結構批判的なね、はいはいはい、コメントが来るかなと思ったら、うん、なるほどみたいな。そうっすよ、ね、結構多かったんですよ。世界がひっくり返ることを目指してるワンピースなんだから、うん、海軍が悪いものになったり転覆するってことだって一つの要素なのかなと思ったら、うん、それぐらいぶっ飛んだ発想がなかったら多分ひっくり返らないと思うよ、はい、もはやね。ありえ
るよね。内部からこう変えていきたいっていう人たちもいて当然だと思うし、はい、敵って誰なのって言ったら革命軍も結局世界政府じゃなくて天竜人って言ってるわけだから、うん、そこがボスだとしたら海軍サイドからもそういう人間が現れないといけないよねって思うんですね。これは、はい、じゃあそれを目撃したガープがゴローセを攻撃しましたと、うん、その瞬間のルフィはゴローセのおっさん、ちょっとキレが悪い。この仕事これだけで。いやいや。マリーンってつけてますけど胸に。何やってんだじいちゃん。まあそういう感じです、ね。簡単なお仕事してくださいよ。いやありがとうございます、はい、クマのお兄さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。お兄さんじゃないです。弟さん。マシュか。はい、マシュです。今まで誰だと思ってた。お兄さん、うん、お兄さん名前なんていうんですか。コボ。いや今のコボ観光名所なんですかね。どこからね出てきちゃうってね。今日マクドナルドの考察持って行ってくれると思った。え、あの、うん、ゼフの、うん、長いやつ、そうそう、なんでクリークが選ばれたのかみたいな。いやいや、語呂が良かったからでしょ、うん、ダジャレのなんかあのチキンカツが食いながら考察そうなの。今日そうです。はい、今絶賛本番期間中でございます。舞台青き空には嵐は吹かずという新選組をモデルにした舞台に出演させていただいております。めちゃくちゃ盾で戦ってますんで、ぜひ興味ある方は見に来ていただければと思います、ね、盾できるってすごいよね。いやすごいよ。俺も教えてほしいよね、秘伝剣流。俺も知りたい。まあああいうもう本当に、うん、ルロケンじゃんみたいなかっこいいアクションあるんです。へー、はい、やっぱすごいね、ソードの人は。あそこもソードだったんですか。というわけで今日の会が面白かった人はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、See you。神様が時間をいじくってまた僕を困る